高崎機関区は群馬県高崎市にある日本貨物鉄道の機関区である。高崎線高崎総車場高崎駅間に位置し、車両の出入区は高崎総車場から行われる。日本国有鉄道時代は高崎第二機関区という名称だったが、1987年の国鉄分割民営化により高崎機関区とされた。 なお、2011年から薄い峠鉄道文化村で胴体保存されている国鉄 EF63 型電気機関車の車輪作成などの検査を受け負っている。また、埼玉県熊谷市の熊谷貨物ターミナル駅構内に熊谷ターミナル発出を設けている。高崎機関区構内、背後のビル群は高崎市街、高野井大寺である港を使用している。なお、は、 東日本旅客鉄道高崎車両センター、高崎市長及び四国旅客鉄道高松運転所所属の車両が表記している。ア200系電気機関車に表示される、高野区な札2019年3月現在の所属車両は以下の通り、運用区間は2012年3月17日改正時点のものである。高崎第一機関区の方は、 東日本旅客鉄道の高崎車両センター、高崎支所となっている。2019JR 貨物時刻表、鉄道ジャーナル第21巻第7号、鉄道ジャーナル社、1987年6月、144ページ。ありがとうございます。